茨城県を自由気ままに自分のペースで探検していく茨城だらだら探検隊、隊長の龍でございます。いいね、チャンネル登録よろしくです。龍ヶ崎市龍ヶ丘公園の桜を見に来ました。タツノコ山に登って上から見たらどんな風に見えるかなと思いまして来てみました。この日は3月26日で愛国学園と森林公園のね桜をお昼に撮影してきて、その後いろいろ用を済ませた後ですよね、はい、暗くなるまでにギリギリ時間あるなと思いましてね、夕方来てみました。で最初に言っちゃいますが、やっぱりね上から見ただけじゃ僕の中で納得がいかなくて、次の日にもうねこの日は間に合わなかったんで、次の日に龍ヶ丘公園内の八九川沿いの桜もぐるっと一周して撮影してきました。はい、なので最後まで見てってくださいね。続きをどうぞ。はい、どうも隊長の龍でございます。今日はねお昼から愛国学園、その後に森林公園にね行きまして、桜をね撮影してきました。今日ねあともう少し時間があったんで、といってももうねその時間ももうあともうちょっとしかないんですけども、最後にね龍ヶ丘公園に行きました。今ねタツノコ山を登っております。ここからね見える桜を撮影して今日はね終わりたいと思います。この辺からも結構見えますね。登っていきましょう。
はい、どうも隊長の龍でございます。昨日ですね、愛国学園とそれから森林公園で最後夕方に龍ヶ丘公園、ここですね、辰の子山に登って、まあ、そこのね、辰の子山の上から桜を見て終了ということにさせてもらおうと思ったんですけれども、時間の関係でね、もう昨日は見れなかったので、ね、もうどうしてもね、この桜をね、歩きながら見たくてね、次の日なんですけどもね、今日は、はい、来ちゃいました。ということで、ぐるっとね、桜を見て行きたいと思います。今日はね、土曜日なんで人も結構出てますね。はい、密にならないように歩いていきたいと思います。